こんにちは、 XBOX 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は2024年8月後半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと8月31日をもって外れるタイトルをご紹介します。ぜひ最後まで見てね。アトラスファールン、8月22日からゲームパスに対応します。昨年12月に発売されたタイトルが早くもゲームパスに追加されます。砂に覆われ荒廃した世界を舞台にした三人称視点のアクション RPG。 プレイヤーは様々な武器に姿を変えるガントレットと、流れる砂を意のままに操るサンドパワーアビリティを駆使して伝説の巨獣たちを狩猟していきます。スキルをアンロックして強化カスタマイズができ、自分だけのスタイルでプレイが可能です。またオンライン最大2人のマルチプレイにも対応しています。幻想的な砂の世界を滑走し、爽快感のあるアクションを楽しむことができます。ちょうど先日、大型アップデートが配信されたばかりで、新たにニューゲームプラスや難易度の追加、新モンスターが追加されたばかりの作品となっています。コアキーパー、8月27日発売、発売日初日からゲームパスに対応します。PC の方では2022年にアーリーアクセス版が発売されている退屈サンドボックスアドベンチャーゲームが XBOX にも登場します。探検家の主人公として未知の秘密が眠る洞窟を探索していくこととなります。レリックと資源を集めて、より高性能な道具をクラフトしたり、自分の基地を築き上げたりできる他にも、菜園を作ったり、水場で魚釣りをしたり、動物たちを育ててお世話をしたりすることができます。またモンスターやボスとの戦闘も用意されていて、ポイントを使用して自身の能力をレベルアップさせ、より強力なモンスターを討伐してレアなドロップ品を入手していくといった作りとなっています。また今作はオンライン協力プレイに対応し、一人でも最大8人のフレンドとも一緒に遊ぶことが可能です。お話ししながらマイペースに探索したり、商人と取引をしたり、大凶の基地を設計したり、資源収集を自動化したりなど、様々な遊びが用意されています。スタートラッカー、9月3日発売、発売日初日からゲームパスに対応します。宇宙を舞台にしたトラックシミュレーションゲームです。宇宙船を運転して貨物を牽引したり、危険が伴う荷物の積み下ろしなど、様々な仕事を引き受けてお金を稼いでいくこととなります。稼いだお金を利用してトラックのアップグレードやチューンアップを行い、さらなる危険が潜む新エリアに進むことが可能となるとのことです。現時点では日本語対応は不明、スチームの方では未対応と表記されています。さらにコールオブデューティーブラックオプス6のオープンベータテストの第1回目が、日本時間8月31日土曜日午前2時から9月5日木曜日午前2時まで開催されます。こちらはゲームパス加入者の方と BO6 を先行予約された方が無料でプレイすることが可能となっています。このオープンベータテストでは、10月25日に発売されるシリーズ最新作のマルチプレイヤーを先行体験することができます。 BO6 ではエイムしながらのスプリントや横や後ろ方向へのスプリントの追加、またスプリントからジャンプや伏せ、スライディングをとっさに出せるようになっているなど、これまでの作品以上にスピード感のあるアクションを行えるようになっています。 BO 最新作楽しみですね。そして Doom プラス Doom 2が8月9日に開催されたクエイクコンでサプライズ発表され、当日から発売、ゲームパスに追加されています。1993年に発売された Doom と1994年に発売された Doom 2をひとまとめにし、さらに多くの新要素が加えられています。今作では新たに 4K120fps に対応し、最大16人まで参加できるオンライン対戦と協力プレイを楽しむことも可能で、全機種間でのクロスプレイにも対応しています。さらに新たなエピソードレガシー・オブ・ラストも追加されていて、まさしく Doom と Doom 2の決定版となる作品となっています。ちなみに XBOX One でも Doom および Doom 2はリリースされていますが、その時には日本語未対応でした。今回の決定版は日本語対応している上に、1の頃のゲームソフトを購入し所有している方は、今回の新バージョンを無料で入手できる形となっています。両作遊び比べてみると、フレームレート向上によって滑らかさがとんでもないくらい進化していると感じられますよ。
ここからは8月31日をもってゲームパスから外れるタイトルはご紹介します。アトミックハート、追加から1年半で終了となります。圧倒的な映像表現とインパクトある世界観で作られた一人用の FPS ゲームです。ただ基本となるシステムや戦闘は極めてオーソドックスな作りなのと、序盤からしばらく屋内でのお使いとパズル要素を含むメインクエストが続くためやや窮屈なゲーム体験となりますが、そういったお使いに対して毒づく主人公にプレイヤー自身が共感しながら進められるような作りとなっているため、日本語吹き替えのおかげで楽しく遊びやすいとも感じられました。特に大型のボスは皆個性豊かで、戦っていて楽しいと思える戦闘ばかりで、しっかりとボスとしての存在感があってとても良かったと思います。一周のボリュームはほどほどですし、まだ途中の方や独創的で唯一無二なこの世界観に浸りたい方はぜひ遊んでみてはいかがでしょうか。なお発売初期には遊びづらさや不便さを感じた今作ですが、発売以降いくつかのアップデートが配信され、視野角の調整が可能だったり 120fps に対応したりと、かなり遊びやすくなった作品です。私はクリアまで14時間でした。ギルティギアストライブ、追加から1年半で終了となります。アークシステムワークスが制作する対戦格闘ゲームギルティギアシリーズの最新作となっていて、 XBOX では360で発売されたアクセントコアプラス以来11年ぶりのリリースとなったタイトルです。過去のギルティギアシリーズと比べるとシステムはかなり優しくなっており、通常攻撃や技などのダメージが高めに設定されているため、コンボが苦手な方でも遊びやすく楽しみやすい作りになっています。とにかく激しく滑らかに動くアニメーションが非常に美しく派手なので、好きなキャラクターを動かしてみたいって方でも楽しめるかと思います。メインの対戦モード以外にもフル 3DCG アニメーションとフルボイスで描かれる大ボリュームのストーリーモードや、過去作からも凄まじいボリュームが収録されている BGM などなど、とにかくものすごい豪華に作られているタイトルとなっていて、非常にクオリティが高い作品ですね。多機種のプレイヤーとも対戦可能なクロスプレイにも対応しています。まだまだ今後も追加キャラの配信が決定していて盛り上がり続けるタイトルなので、引き続き遊ばれる方は購入して楽しみましょう。セールの際には半額で購入できることもあるので、またセールが来たらご案内させていただきます。そしてバスケゲームの NBA2K24 が終了となります。こちらは追加から半年間で終了です。本格的なアクションを楽しめるマイキャリアや、自由なカスタマイズを行えるマイプレイヤー、夢のラインナップを構築できるマイチームなどを搭載していて、お気に入りのチームを使って洗練されたグラフィックでスピーディーなゲームプレイを体験することができるタイトルとなっています。ということで、今回は2024年8月後半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと、8月31日をもって外れるタイトルをご紹介しました。私のチャンネルでは今後も XBOX 関連の最新情報や製品紹介、レビューなどを行っていきますので、よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。 X の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。